国民民主党足立信也、集会遅れの全員検査を要求。本日、国民民主党の足立信也さんが国会において、ドイツ政府が法改正を行い、PCR 検査と抗体検査を誰でも希望すれば受けられるようにしたと主張し、日本でも希望者全員が受けられる形と、集団的な定期検診を繰り返すことが重要だと。 要求してししてままいました、まあ、こちら、無限に検査と感染者、陽性者の隔離ができる体制が整っているのであれば可能でございますが、そんなことはありえません。沖縄県は希望者全員に PCR 検査を実施したところ、医療崩壊に医療崩壊寸前に追い込まれたという事実もございます。 また、ドイツにおいては、検査を受けることはできますが、検査体制が崩壊しているため、結果が出るのが2週間後となっており、全く検査の意味がなくなってしまっております。私さんには、こういったドイツの事例を出すのであれば、ドイツにおける検査体制が崩壊している事実についてもしっかりと 紹介していただくようにお願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました